ポイントです。転職ですね。転職では正直勤務地から実家がすごく近かったので、転職は勤務地が遠くなったっていうのと、しとこうかなみたいな結構軽い感じで始めたっていうのがあります。三田田町のエリアですね。都会だけど都会すぎないみたいな、学生も多いと思って、物価も高すぎずっていう感じでいいなと思いました。大手町です。してました。30分ぐらいで送ってて、乗り換えしなくても絶対条件をしなくて30分以内っていうので選んでます。一番の決め手だったのが家族付きだったっていうことです。一人暮らしをする前は家族の家電とかを買うというか、最後リースしなきゃいけないっていうのが結構手間だったり費用もあるので、なんか周辺の治安ですかね。あと時期っていうのはある意味前提条件だったので、明るさというか人通りとか、そのエリアが全然住んでる方の雰囲気というか、結構そういうことを重要視してました。見ました。一軒だけ。1軒目が結構部屋のスペックです。図面で見るよりも広く見えたっていうことがあったりとか、母と実は一緒に行ったんですけど、初めての一人暮らしだったこともあって、母にもちゃんと説明をしてくださったりとか、親切に答えをいただいたので、よかったなと思って、はい。週3か4ぐらいでお見受けするんですよね。結構いろんなところを掃除してくださってるところに、ゴミを用意してくださってたりとか、そういうのを掃除してくださってるので、ありがたかったです。もちろん選択肢の中にも入れたいなと。ないんですよ。それがランクによってある代が分かれていて、若手は若手の新入社員若い方たちにはあるんですけど、6問で実家が私も都心なので、都心じゃないとちょっとこう落ち着かないというか、育ってきた環境を気にするなって思っています。人通りが多いところが良かったというか、それこそ飲食店も含めて、まあ、スーパーもあるじゃないですけど、人がこう動いてるところに住みたい、自分の仕事のスタイルが分かってる中で、会社にも近くに住みたいっていうのはあります。